カップ1期の際のエアハルト海兵旅団帝国軍機を掲げて群衆の中を更新する団員たちカップ1期におけるヘルマンエアハルトカップ1期でベルリン市内を更新する旅団エアハルト海兵旅団は第一次世界大戦後ドイツ革命に対する反革命軍事行動のため組織されたドイツ義勇軍の一つであるエアハルト旅団の名前で有名ヘルマンエアハルト少佐によって組織された カップ1機などを起こしたことで知られる。この義勇軍は、旧帝国海軍の軍人を中心に6000人ほどが集まって、ヘルマンエアハルト海軍少佐により、ベルリンで組織された。ドイツの中央部や北西部で、反革命軍事行動を行った。1919年春には、バイエルン王国に、社会主義者が打ち立てたバイエルンレーテ共和国の打倒に参加した。 1919年8月には、シレジアに転じて、ポーランド人による放棄の鎮圧に参加する。ベルリン地区司令官、バルタンフォン・リュトビッツ将軍の指揮下に入ったが、1920年3月に、グスタフ・ノスケ国防省から解散命令が出された。リュトビッツ将軍も旅団も激しく抵抗し、ボルフガングカップを担ぎ上げて、カップ一揆を起こした。3月13日に、 旅団は、ベルリンを制圧したが、社会民主党政府の指令によるゼネストにあって、一機は数日で失敗した。その後、ハンス・フォン・ゼークと将軍により改めて解散が、命じられた。しかしその後も、バンド・イヒー・マリガー・エアハード・ター・フィッシア、元エアハルト士官同盟や、コンスルといった、偽装名で活動が続けられている。ありがとうございます。